地球上のロシアの国土と中国の国土の実際の位置、大きさの関係、中ロ関係あるいは路中関係は、中華人民共和国とロシア連邦の間における相互関係であり、また、両国の領土において過去400年に存在していた諸国の歴史として振り返ることも可能である。現段階において、中ロ間の相互関係は広範な処分野における、 協調によって特徴づけられており、その協調には、首脳級の集中的な接触、貿易関係、経済関係及び人的関係、国際条理における協調などが含まれており、国連安保理における活動、国際機関あるいは地域的機関などにおける共同参加が挙げられる。中国とロシアの外交関係は、ソビエト連邦の崩壊と1991年の ロシアメリカの学者ジョセフ内は2015年に次のように指摘した。ウラジーミル・プーチンと習近平ソビエト連邦の崩壊に伴い、事実上の米中同盟は終了し、中国とロシアの和解が始まった。1992年、両国は建設的なパートナーシップを追求していると宣言した。1996年、 彼らは戦略的パートナーシップに向けて前進した。そして2001年に彼らは友情と協力の条約に署名した。中華人民共和国外交部長は2005年に次のように述べた。中国とロシアは世界で重要な影響力を持つ二カ国であり、この惑星の平和を維持して共同開発を推進する特別な責務を負っている。2012年、 ロシアの対外貿易総額の10.1%が中国において占められた。中国の対外貿易におけるロシアのシェアは控えめだが重要なものであり、2012年の中国の貿易総額の2.3%を占めている。ロシアの諸公国と中国の初めてのつながりは13世紀に遡るものと推定できる。現在の中国領土内における ロシア人の存在について信頼できる最初の資料は14世紀のもので、モンゴルによるルーシ諸国への侵攻に関連しており、ルーシ侵攻の結果として多くの領衆たちがモンゴル帝国の一角を成す岩頂の中国へと連行されたのである。ロシアと中国の大地は長きにわたってモンゴル帝国の影響系を構成する一部に過ぎなかった。 16世紀のイヴァン来帝による治世の頃には、すでに2つの施設団が、中央アジアとモンゴルを通過して、中国へ行く経路を確保していた。シベリアにトボリスクを建設した後、トボリスクの主張が、極東にコサックを派遣した。ロシア人コサックや農民は、ザバイカリエ地方とソイアムール地方に定住して、アムール川沿いにオストログを建設し、 その数あるオストログのうち最大規模であったのがアムール川砂岩のアルバ人とシルカ川沿いのネルチンスクである。原子によるとイタリジュを言語に掲げた最初の年に中国へ連行されたロシア人旅衆たちがトンデン兵として国境防衛と工作の任に当てられた。現朝政府は大都にトンデン兵を管理する特別機構を設置した。大都でロシア人旅衆たちは ハーンの親衛隊に入隊させられた。キプチャク人、アス人、ロシア人の連隊が編成された。ハーン親衛隊のロシア人部隊は、中精神に厚い、ロシア人連隊を意味する、戦ただしワツラシエイ新軍と称された。結成当初の部隊の人数について現存する、資料では確認できない。しかし、1331年の人数は明らかに、されており、 600人であったと記されている。原始の1332年の情によると、ロシア人旅衆たちの到着が3度あったことが言及されており、その人数は1度目が170人、2度目が2500人、3度目が30人の清掃年と103人の未成年であった。また、モンゴル人、キプチャク人、ロシア人の混成部隊の指揮官として、 モンゴル人の指揮官ボヤニが任命された件についても言及されている。留意すべきは、元朝とは、モンゴル人の王朝であって、中国人の国家ではなく、中国の領土内に、ロシア人が出現したことは、元朝の時代においてであり、中路関係というより、むしろ路謀関係の枠組みで捉えるべきであろう。ヘルベルシュタインによる、モスクワ大公国の地図、中国について、 中国の要塞都市大とおよび中国の湖と記載されている。ただし、近代的な測量に基づいた正確な地図ではなく、ヘルベンシュタインがモスクワ滞在中に聞いた話を根拠にまとめた概略地図である。その後、モンゴルが中原から追い出されてから中国は再び国家を形成した。高規帝統治下の清潮朝政府に当てた。 ピョートル一世統治下のロシア政府による諸官満州族の侵入の結果、中国は再び独立を失って、満州族の帝国清王朝の一部となった。1689年、ロシアのピョートル一世と中国の後期帝の間で、ネルチンスク条約が締結され、アルグン川と外港湾霊が国境とされた。1727年、中国の妖精帝は、 ロシアとキャフタ条約を締結し、モンゴル地区における国境を確定した。ロシア外務省は、ロシア国営テレビのインタビュー内で、中国との軍事同盟について、多局化の今の時代に、冷戦時代のような同盟は、必要ないとして、結ぶことはないと発言した。ありがとうございます。